今月4日までの1週間で、県内44の医療機関から報告された新型コロナの感染者数は677人で、1医療機関あたり15.39人です。前の週の1.13倍で、高い水準でやや増加しています。インフルエンザの感染者数は806人で、1医療機関あたりの感染者数は 18.32人32人です。前の週の1.51倍で、注意報レベルが続いています。新型コロナの医療・福祉施設での集団発生は、前の週から2件減り11件です。県は、医療提供体制の逼迫の懸念があるとして感染対策の継続を呼びかけています。